と体調貿易です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今お客さんから立体起動装置をもらいました。こんなのはいくらあってもいいからな。ところでこの前エヴァ注意がルローニケンシンという漫画を見たらしいんだが、その漫画に出てくるキャラクターを忘れてしまったみたいなんだ。エマシーンが？その漫画のキャラクターを一緒に考えてくれないか。わかった、約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。巨人？なんだそれは、サイコガンダムのことか？あれならジェイドの攻撃からホーがカミーユをかばい、サイコガンダムもろとも破壊されたはずだが。すまない、勘違いだった。ではそのキャラクターの特徴を教えてくれないか。そのキャラクターは獅子王誠と対決した京都編で、獅子王の配下の中でもえりすぐりの精鋭10名で構成される10本刀に選ばれており、その中でも三強と呼ばれている盲目の達人らしい。魚沼薄いだ、簡単だったな。でもわからないんだ。何がわからない？エマチョイが言うには10本刀の中でもとても信頼が厚いやつらしいんだ。なら薄いではないな。あいつは虚栄心、自尊心の塊の豚野郎だ。薄いは十本刀の中では随一の実力を持っていることが獅子王の発言からもわかるが、その一方で傍若無人の振る舞いからアンジ、ユミ、ホージからは最低でも嫌われているからな。ユミからは薄いなんて死ねばいいと思ってるけどとかなり嫌われているからな。だからその特徴なら薄いではない。ゼータガンダムでいう勝つ小林並みだな。勝つは登場人物というよりは視聴者に嫌われているからな。ガンダムの嫌われキャラトップ3には入っている。エマは他に何か言ってなかったか？エマ注意が言うには、その男はチンベイという盾とローチンという槍を使う琉球王家秘伝の武術を使うらしい。簡単じゃないか。その特徴は薄いだ。薄いの戦法はティンベイで相手の攻撃をさばき、ローチンで連続で突くのが戦法だ。あの斎藤はじめも最初両足をやられていたからな。最初から頭を狙われていたら危ないところだった。とにかくその特徴は薄いだ。でもわからないんだ。何がわからない？エヴァチョイが言うには、そのキャラは忠誠心が高く虚栄心、自尊心はあまりないみたいなんだ。では薄いではないな。あいつは虚栄心、自尊心の塊の豚野郎だ。その虚栄心、自尊心を斎藤に見抜かれ、おそらく獅子王もお前の陳腐な自尊心など見抜いている。その上で体欲を前を利用しているのさと言われていたからな。他にエマは何か言ってなかったか？エヴァ注意が言うには、そのキャラクターの死に際は原作と実写で全然違うらしいんだ。ならここまでの情報を照らし合わせると薄いだ。薄いで間違いない。まずアニメや原作では盲目ということで相手の視覚を奪った暗い部屋での決闘だったが、実写版の薄いはずっと明るい場所で戦っていた。薄い対斎藤の戦いはベストバトルトップ10にも第7位に入るほどのファンの間では名勝負とされているが、劇場版ではたまたま言い合わせた程度の感じだった。実写版ではビーチフラッグでもするかのようになぜか全力ダッシュしてくる薄いに対してガトツの構えをしたアンちゃんがウルトラマンみたいな声でディアという突きをかましてあっさり終わった。せめて薄いの心眼である異常聴覚と斎藤の心眼ともいえる洞察力によるやりとりは見たかったところだな。まあとにかく原作と実写が違うのであれば薄いだ。薄いで間違いない。でもわからないんだ。何がわからないんだ？エヴァ注意が言うには薄いではないらしいんだ。それを早く言わねえか豚野郎。すまない、ラーディッシュで特攻するから許してくれ。それはやめておけ。ヤザンに返り討ちになることになっている。そうだったのか。神優が言うには、神優が盲目の邪士市川じゃないかって。絶対に違うだろ。あいつは剣より銃でロシアンルーレット派だ。